声出なかった。こんばんは。急に声出すと声出ないんだよな。アイスありがとう。リナは今日あるアイスを食べました。何のアイスを食べたか当ててみてください。こっちの明るさの方がいいか。シャボン玉ハートありがとう。アイスありがとう。こんばんは。声は元に戻った。え、わかんない、戻ったかな。多分戻ってないと思う。アイスボックスありがとう。ジャイアントコーンじゃない、今年初めて食べる。結婚式が入れちゃう。ソシです。二つ結び、そうだよ。ガリガリじゃない。ガリガリくんじゃない。アイスありがとう。可愛い服着てる。一昨年ぐらいに買ったやつです。やった、アイスありがとう。ブルーシールじゃない、もっと安いやつ。ジャンボ違う。いや、わかんないかも。みんな夏といえばの果物。いや、これもう言ったらみんなわかるか。じゃあ当てに来て、本気で。のモウ、モウは食べたことない。あ、ラクトアイスじゃないです。ちなみにクマありがとう。アイスありがとう。ピノじゃない、アイスありがとう。スイカは、お、みんな正解。一人ガリガリくんって言ってる人いるけど、夏の果物ですよ。まあ確かに梨あるっけ。梨、今梨なのかな、ガリガリ。ちょっとわかんないけど、そうですね。私は今あれです、あれを食べました。スイカバー、めっちゃ美味しくて、しかもなんかビッグになってて、もう最高でしたね。アイスありがとう。ほぼ正解みんな。スイカバー、白いスイカバー、うん、白くないやつ。なんでそんなのあるんですか、白いのあるの。アイスありがとう。地域によって売ってるものが違かったですよ。え、スイカバーってどこにでも売ってるんじゃない。それは全く違うな。曲じゃん。アイスありがとう。スイカバー、メロンバーなんてあるの。あ、見たことあるかも。え、ないかも。でも美味しそう。でもスイカバーのさ、下らへんメロンじゃない、あれ。アイスの実何味派？え？何味派っていうか、あれブドウしかなくない？ブドウしか食べたことない。でもあれはね、ちょっといいね、知覚過敏なのね。ちょっときつくてあんま食べてない。今日スイカ、え？生スイカ？いいな。リナはスイカバーです。アイス。え、いいな。リナも果物食べたい気分だったんですよ、本当に。でも果物は売ってなくて。アイス1日1本制限かな、いや1週間に1本。なるべく節約したいので、なるべくご褒美は買わないようにしてる。サイリムありがとう。ハートありがとう。アイスありがとう。スイカバーどこにでもある。え、だってどこにでもあるって。メロンは食べた。メロンバーなんてあるんだ。スイカ割り、ないんだよね。でもあれさ、床に落ちてぐちゃぐちゃになるから普通に食べた方がよくない。腕綺麗、本当？バレー部の腕です。バレー部です。スイカバーのチョコチップがいいよね。え、わかる。なんかさ、あんまアイス、何、果物系のアイスとチョコチップって合うのかなって思ったけど、結構ね、何、ピンとくる味で美味しい、本当に。アイスありがとう。ツアー終わったらご褒美でお高いやつ食べよう。ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツ食べれる味ないんだよね。だから食べない。ツアー終わりはガリガリ君がいいかも。節約が理由かい。アイドルだからいろいろあるから。いや、食事制限はないんだよね。まあ各自って感じですね。リーナはたくさん食べてたくさん動く人です。もともと太んない体質っ
ていうのもあるけどね。あと単純に他の人より何お菓子を食べてる回数が少ないかも。みんなご褒美買うでしょ。でもリナ買わないからあんまり。こっちにはセイコーマートという最強コンビニがいろんな限定アイス売ってる。最強なんだ、すごい。アイスありがとう。スイカバー割り、あ、スイカバー割りは今日しました。なんかさ、ああいう棒のお菓子ってさ上下あるじゃん、棒上下アイスあるじゃん。だからさ、こっち食べたらさ、こっちがさ割れちゃうんだよね。だ勝手に割れました。バニラはね食べれるけど、バニラ食べるんだったらチョコ食べたいかも。アイスありがとう。夏バテとかしちゃうタイプ。なんかさ、今夏バテかもしれない。違うかな。なんかさ、めっちゃ疲れて、今日昨日ももうなんか今週もうやばくて、もうずっと疲れてて、夏バテしてんのかもしれない、もしかしたら。でなんかね、歩くたびにさ全身しびれてんので、なんかもう力入んなくて体中に。これ夏バテなのかな。これ結構ねみんなに聞こうと思った。歩くたびにさしびれてんの体が。まだ早い夏バテ、あれ。じゃあただ疲れてただけか。なんか異常に疲れるなって思ったんだよね。ガリガリ君で MV でも撮るか。それニューエイジャーじゃないか。ご褒美自分にも買うけどリーナにも買ってるつもり。リーナにも買えてないので、節約しなさい。アイスありがとう。これからサマステとかティフとか外系現場は水分とスタミナ蓄えておかないと倒れる。そうだよね、まあ出れるか分かんないけどね。選抜じゃない、分かんないけど。そうですね、パピコ、パピコはね食べれるけど、あれラクトアイスなんですよ。だから回数が減った。ご褒美に高級なピスタチオアイスを毎時々食べる。あれハーゲンダッツのピスタチオアイス、あ、なんかあったよね、ピスタチオアイス。いいじゃないか、たまにはね。夏はって早い、まだ7月。あ、しかもまだ7月前半か。声治った、本当。まだねちょっと治ってないよりな。ちょっとかすれてる。アイスありがとう。熱中症の一歩手前。あ、そうなんだ。でどうすれば治るのそれって。あ、熱中症だったんだリーナ。知らなかった。でも頭も痛くて、でもなんか偏頭痛あるからリーナ。だから雨が降ってたじゃん今日、愛知だけかな分かんないけど、愛知はちょっとね昼ぐらいに雨が降ってて、だからなんか頭痛いな雨かって思ってたんだけど。夏バテ、熱中症だったんだ。夏バテより脱水症状。でもねめっちゃ水飲んでる、めっちゃ水飲んでるよ本当に。食欲なくなってきた夏バテ。あ、でも今日スイカバー食べたってことは食欲あるってことだね。あります、夏は自信あり。大丈夫なんだリーナも夏。あ、でも毎回夏バテしてるかも。体勢ついてないんですよね。流れ星ありがとう。食欲はね多分さアイス食べたからあると思う。なかったらアイス食べないよね多分、分かんない、その時の心情が分かんない。リーナも他のメンバーもみんな体調良くなってきてる。リーナは良くなってませんね。もともと体調悪くないよリーナ。今が脱水なのかな、早くないし暑いし。暑いよね。なんかさ、なんか来週再来週とかのさ暑さを調べてみたらさ下がってて、前まで来週まで37度とか38度とかで愛知ね、で再来週とかになると一気に32度とかになっててびっくりしたんだけど、夏がん7月が一番暑いの。子供の頃はレディーボーデンを1個丸ごと食べるんだよ、憧れた。レディーボーデンってなんだろう、わかんないや。暑くても汗かきながらジロキャラメン。
もう宗教ですね。頭痛しびれは熱中症あれ熱中症だったんだ。それはちょっと知らなかったわ。え、寝ればいい寝ればいいのかな。塩分もいる？え、塩分いいの？え、今ね塩分プラスあるよ。ちょっと食べてみよう今目の前にね塩分プラスのさタブレットがあるんだよね。ちょっとなんとかして引き寄せたい。あー落ちた。塩分プラスタブレットイン、ちょうどある。じゃあこれ、え、これ食べればいいってこと？え、噛んでいいやつ？いただきます。うん。めっちゃ塩でも美味しい。噛んでお召し上がりくださいって書いてある。ちょうどよかったってことか。ちょっとしょっぱかったけど、いや、リナこれ好きなんだよね。普通に食べちゃう。めっちゃ良くないと思うけど美味しい。こっちか。水分補給と十分な睡眠が必要。でも割とね最近ね、あ、でも6時間してから寝てないわ結構睡眠とってるって言おうとしたけど、でも最近割とゆっくりしてる。熱中症にまでファンがいるとは。可愛いからなとか熱中症のファンがいたんですか見落としてた。スイカバーとメロンバーの半々のアイス箱、あ、わかったわ。え、なんかあれね、箱ね、あれか。え、あれ限定じゃない？メロンバーってあれいいよね。78時間は寝ないと。え、でもさ、リナもともとさ、もともとっていうかさ、最近毎日6時間睡眠だよ。だから別に、でも大丈夫。今日の行動が明日の体調になる。それはやばい、それはやばい。初めて行った SK の全悪で熱中症になりかけた。リナと同じ感じかな。でも気づかないもんだね、意外と。ガリガリ君梅味？そんなのあるの？ちょっと勇気いるかもちょっと勇気いるかも。福岡雨。え、そうなの？え、本番は雨なの？大事な日だからアイスありがとう。一番暑いの8月。やっぱりやだな。梅雨明けてないから実は夏の本気はこれから。え、じゃあちょっとジメジメなくなるってこと？梅雨が明けたら。毎年暑さのランキングに入ってるとかに住んでるから暑さに慣れてきた。え、愛知ってどれぐらいなんだろうね。めちゃくちゃ暑くない？愛知って。なんかさ、なんて言うんだろう温度はもちろん暑いけど、ジメジメが加わってなんか余計不快な暑さ22時は熱中症でチムって保健、うん、職員室行ったことあるらしいエリナね、職員室行くの？てかなんか保健室行きたくない人だった。なんかたまにいるくないたまにいるくない、なんか意地でも保健室に行かないみたいな人だったりな。でもね、一回行っちゃった。あの中学生の時にバレー部のあの練習で突き指して一回だけ行っちゃった、まあ、突き指はもうさ我慢とかそういう問題じゃないじゃん。タブレット美味しいよね。そう、美味しい。夏発動早すぎて息切れね。夏を急げ歌いすぎたんじゃない
失われた電解質も摂取しないと。え、電解質ってめっちゃ久しぶりに聞いたわ。非電解質と電解質。男梅食べよう。え、何、梅がいいの熱中症に。男梅食べたことないんだよ、なんか酸っぱそうだから食べない。え、梅は好き、でもなんかより酸っぱそう。レディーガーデンってちょっとお高くて大きいアイスクリーム。でも大きいならコスパいいんじゃない。アクエリアスをガブ飲みしなさい。アクエリアス普通にいつもガブ飲みしてる。公園後とかのね、アクエリアスめちゃくちゃ美味しいよ。でもポカリかな、いつも。しっかり塩分取ってて、はい、しっかり取った。握手とお買い全部買いました。あれはオンラインイベント、サイン会、チェキ会、抽選会、今のうちだよ。リナ東京のステージみたい、見に来てね。福岡も見に来てね。最高気温の平均は8月、7月、9月、6月の順で高い。じゃあもう8月やばくない？生きていけるかな。一緒に水も飲むといいよ。水持ってきてなかった。酸っぱそうな顔してました。夏は梅干し。そうなんだ。スイカ食べるのに塩かける。え、かけない、しょっぱくならん。食べ過ぎると塩分過多で病気になりそう。え、そうだよ、だから危ないんだよ。アイスありがとう。モリコロパークという伝説の善悪がありまして。え、なんかモリコロパークって聞いたことある。何、モリコロパークっていうドームがあるんですか。スパムージュ食べとけば塩分取れるんじゃない。あれどうなんだろう、塩分入ってるか。ジメジメはキープ汗。キープ汗って何。ジメジメなくならないの、梅雨明けても。もう愛知は敵ですね。夏の愛知は敵ですよ。何これ、パフェ、ありがとう。かき氷かな、ありがとう。多分今年の名古屋は40度また超える。え、去年超えたの。全然記憶にないんだよね、去年の夏休み。劇場エアコン効いてるのにめっちゃ暑い。劇場は冬でも暑いですよ。みんなの熱気がこもって。ラジオ録音もした。録音、録音せずにさ、毎回聞いてよ、ラジコで。毎回聞いてよ。夕食カレー2杯食べた。いいな、なんかカレー食べたくなってきた。うらやましい。麦茶と塩飴っていうの、これいい、知らんかったみたいけど。あ、じゃあこれか、これと麦茶ね。え、麦茶はなんか知ってた、てかもうなんか知ってたし、毎回麦茶、リーナたちはなんかあんまり緑茶ね飲まないのよ。昔の部活は水を飲んでいけない規則。え、そうだよね、やばいよね、あれびっくりだよ本当に。節約しなさいって言われてるのにオンラインイベントたくさん申し込んだこと反省します。違うよ、オンラインイベントに申し込めるように節約しなさいって意味ですよ。リーナとどっちが背が高い。え、リーナが一番兄弟の中で背高いよ実は。9月の飛行機取っちゃった。え、いいじゃん。え、じゃあ久々に会えるってことですね、楽しみにしてますね。8月乗り切るために今日もサウナで鍛える。え、それ鍛えになってんの、すごっ、すごすぎ。この前リーナ岩盤浴行ったんだけどさ、なんか岩盤浴の中ってさ、ジメジメしてってさ、暑いのね。え、だからなんか愛知の暑さと変わんなくねって思って、あんまねリーナは効果を感じられなかったんだよね。え、でもなんか整ってる感じはした。サウナ用語っていうの、整いました、整ったけど。なんかあれあんま変わんなくねって思いましたね。まだリナには分かんないんですよ、良さを。アイスありがとう。アイスギフト投げるときバニラ、チョコミント、イチゴのうちどれがいい。チョコミントがいい。モニコルパークは愛地球博の会場。
わかんないわ。すごい跡地なんだ。かわいスタンプありがとう。羽田より前にエス公園に行くことになった。え、あれは博多は博多嬉しいですね。リナのペンライト振って待っててね。アスファルトが鉄板並みの厚さになるから靴溶けないように丈夫なの履いて。え、靴溶けんの？靴って溶けるんですか？初耳なんだけど。初耳学。アイスありがとう。姉さんとても美人に見えます。ありがとうくん。ポカリは病気の時、アクエリアスは水分球。え、そうなの？え、いつも劇場にポカリ置いてあるよ水分補給用に。人気メンバーの券をゲットするために朝から並ぶ。え、やばいね、暑いね。それは岩盤浴サウナーからしたらぬるい。すごい、ぬるくなかったんだけど全然。リラはついに、そう、整いました整ってた。岩盤浴よりサウナ、岩盤浴かもアイスありがとう。サウナちょっと暑すぎる。チョコミント食べないから、食べれないから投げとく。ありがとう、食べれない分をね。お姉さんとても面白いです。スピリットが好きな人がたくさんいる。スピリットって何？整いました、謎かけの答えが出てきた時。え、そうなの？え、サウナの後にさ、サウナ行って整ってきたとか言わん？あれ、聞いたことあったんだけど。アイスありがとう。博多だとゆうねちゃんに教えにしたら行こうかな。なぜ？ゆうねちゃんに教えしなくてもリーナが推しだったら博多出てるんで来ればいいじゃないですか。待ってますよ。あの頃の前夜間は目当てのメンバーと握手するためには朝早くから並んで券と交換するシステム。並ばなきゃいけないからね、大変そう本当にサウナ後に冷水入れる？え、なんか冷たいルームみたいな入る。サウナでアイス食べる、めっちゃ溶けるやん、食べにくそう。え、言うよね、整ってるって整うって言うよね、やっぱり。え、ちょっとさ、あれ書きます。サウナーだから、てかサウナーって初めて聞いたんだけど、サウナーだから週に1回はサウナ行く。サウナのあの後のデカビタ、え、美味しそう全然麦茶だったけど美味しそう。いいね。一をサウナスパアドバイザーでごわす。ねえ、すごい。なんかアドバイスするんですか？すごいね。ちょっと待って。8月4。サイン。サインは B。そしてチェキ。抽選会。おお、結構いいバランスで書けた。そして9月7と8だっけ。7と8だよね。真剣モード。オッケー。あ、1,2,3分。リーナが夜ご飯を食べれない時間です。ほぼ前回と配置同じになっちゃった。まあいいや。もう第3次受付だよね。
はい、こちら例の品、8月4日サインチェキ抽選会、サインは裏まで、チェキは初めてですね、今回初めてのチェキ会です。そうですね、普段見れないポーズとか見れると思います。なんかさ、生写真とかさ、よく発売されてるけどさ、リナ大体同じポーズしてんだよね。でもね、違う、撮影中はめっちゃいろんなポーズしてる。だからいろんなポーズがきっと見れます。抽選会はグッズが増えました。なのでおすすめです。そして9月7、8トーク握手会、誕生日が近いこともありお祝いに来てほしいし、今シングル最後の、本当の最後のイベントになります。たくさん会いに来てください。 1,2,3 部です。会いに来てね。あ、ちなみにオンライン会8月4日は YouTube なのでアーカイブが残るんですよ。だからこの日仕事だからとかそういうのないので、ぜひゲットしてください。お願いします。え、待って、トーク握手会だけもう30受付始まってるんだよね。今日の15時から明日の12時まで、明日の正午まで30受付やってるので、枚数無制限だっけな確か。ぜひ会いに来る準備をしてください。8月4日のやつはまだ期限あった気がする。12日ぐらいまで、え、全然まだじゃないじゃん、もうすぐだ、すぐですすぐなので、どっちもお早めにゲットしてください。待ってます。なんか一応 これはねメイドと生誕ティー着る予定なので、ぜひお揃いに来ましょう。お願いします。こんばんは。リナもオロポデビューしなよ。オロナミン C とポカリ、え、混ぜんの？え、リナオロナミン C もポカリも飲んだことあるけど、混ぜるの？もしかして。何これ、泥棒が持ってるような巾着とアイス、ありがとう。節約家のリナを湯沸かして麦茶作る？いや、なんか普通にポットに入れて、何ポットっていうのに入れて、なんか水からできる麦茶作ってる。まああれはさ、何、家族いたらみんなそうじゃない？わざわざ買うとめっちゃもったいないよ。抽選会で、抽選会ふー、いいですね。チェキ持ち運べて、何時でもリーナと一緒だから、いつでもリーナと一緒だからチュキです。じゃあたくさん持ち運んでくださいね。そのためにたくさんゲットしてくださいね。アイスありがとう。夜ご飯のことしか頭にない。違いますよ、そういうわけじゃないですよ。何部が握手？握手は1と32がトークです。変則、同期に頼めないの持ってきてって、え、絶対恥ずかしいって言われる。2個もお弁当持つってことだよ。なるしゃべり値しました。リーナ毎回楽しそうにしててニヤニヤしちゃいます。よかった、楽しそうにしてましたか。いいじゃないよのね、 YouTube を見てください。間違えたふりして4分まで言う、ありかもえ、前と変わってないですよって言って夜ご飯を持って帰る最近ひそかにリーナちゃん気になってます、独り言。嬉しい。現地で見るともっとキラキラ JK してるのでぜひ福岡、ゼップ福岡とゼップ羽田、そして公演、そして東海握手会、東京イン、東京イン幕張イン千葉ですね、会いに来てください。待ってます。ぜひどれかしら買うね、全部買ってくださいよ。モーニングボイスがどんなのか気になって夜しか眠れません。ちゃんと寝てますね、健康的です。2時しか無理です。え、なんで？まだまだ愛はありますよね。愛知は追加ない、そうなの。だからね、みんな来るんですよ、幕張まで。愛があるなら幕張まで来るんですよ。言い訳できないのね。そうだよ、言い訳できませんよ。サイン会とか7月16日まで、あ、ツアーの後だ。みんなツアーの後で余韻に浸って、あ、忘れてたってなると思うので、絶対に。だからツアーの前に、今のうちにね、こちらゲットしておいてくださいね。オンラインの日仕事なのよね、それを使えないんですよ。
実はアーカイブがありますのでね、その言い訳はダメですよ。だからサイン会とか申し込んでなかったら、あ、この子私のことあんま好きじゃなかったんだなりますよ。アイスハートありがとう。そうそう、生誕グッズも発売かな。え、わかんない、なんかさ生誕くじ全然決めてないけど大丈夫かな、何も来てない。オンラインは金曜日までだった記憶、いやオンラインは火曜日までだし何の記憶だ。アイスありがとう。推し活に使うお金と推しへのプレゼントは節約しなくてもいいですか。え、だって推しのグッズをゲットするために節約するんですよ。ただの節約マンになりますよ。今年の目標は1から4推しの生誕祭に入ること、2人はクリア。え、もう終わったってことですか。じゃあきっと3推しがリーナということで、ご飯食べたいですって正直に言えば会場残れそう。いやいや絶対無理だよ、手配の問題とかあるから。アイスありがとう。 JK と握手なんかしたら捕まっちゃうので行けません。いやもう JK は大丈夫ですよ、クリアです。リーナが可愛すぎてニヤちゃうんだけど、喫茶店で完全に怪しいやつになってる。じゃあそれを防ぐためにみんなニヤついてる人しかいないトーク握手会に来ましょうみんな同じですか。愛があっても金がない人はどうすれば。愛で作れますよ、お仕事頑張るんです。その言い訳はダメ。そうだよ、絶版ハ行くのでリーナちゃん楽しみにしてみます。ありがとう、福岡も来てね、全てを見通し。そうだよ、全部知ってます、女の勘です女の勘。リーナの隣のレーンも監視してるの。え、もちろん見てますよ、 あの人隣行ったなとかすぐ分かります。あとね、レーンじゃなくても分かる、 あの人ここ行ってんだ、すぐ分かります。そんなに帰るのせかされるの、わざと帰る準備びっくりした。いやめっちゃせかされるよ、もう隣で杉本さんもう先輩乗ってますよ杉本さんってめっちゃ言われる。だからマジで遅れちゃダメなんですよ。なんならね、なんか出発が例えば30分だとしたらもう0分から呼び出される、もうバス来てます、はいめっちゃせかされるんですよ。手袋あるから握手の感触ないよね、みんな感触が欲しくないでしょ、推しと近くに入れるんですよ、それだけで満足じゃないですか。福岡行ったら HKT さんの新しい研究生さん見に行かなきゃ、もう打ち合ってきた。行きたいんだよね正直マカリエ行く交通費接続するため歩いていくつもりだったけど海越えられなくなるので行けなくなりました。え交通費節約は無理ですよ、それは頑張ってください。そう、もう先輩乗ってますよって言われる。あとさ、めっちゃさ個人的な質問していい？リーナスタッフさんにマーク、いやいや違う、リーナじゃないよ、ゆうれちゃんでマークされてんのいつもマークされてるリーナはね、そんなに言うて、だってリーナが遅れたって言ってもさ、先輩先乗ってますって言われてもさ20分前とかだからね大丈夫ですよ、ほらありがとう。そう、個人的な質問ね、リーナ、この夏にね行きたいとこがありましてラジオみたい北海道の函館に行きたいんですよ。リーナはあのコナンの100万ドルの景色をね見に行きたいんですよ実はだから今北海道に行きたい計画立ててるんですけど、行こう計画じゃないよ、行きたい計画、行きたい行きたい計画を立ててまして、あ、実費でねリーナのお金で、なんかな、安く行きたいんですよ、どうしたら安く行けますかっていう相談ねどうしたら安く行けますか。あそこがいいかなって思ってる、セントレアから北海道の新千歳みたいな読み方知らんけどそういうとこに行きたいんですよね。まあまあまあ、でもねお金が痛いお金が痛いんですよね本当に。まあみんなもう痛感してると思います、 JK にはきついですねゆうちゃんなら弁当2個持ってても誰も驚かない。いやいや驚くよ絶対、リーナもいつもさ、あ、でも最近驚かれないわ、同期に驚かれる、お菓子たくさん持ってたら。
名古屋から函館の直通便、直行便、え、ないよ。え、なんかね、名古屋から新千歳でそっから行かなきゃいけない、実は。ヒッチハイク、ヒッチハイク一番安いだろうな。チャリで行けばって、みんな厳しいですね。行けるわけないじゃないですか。海越えれます、チャリで。千歳から函館は特急で約4時間かかる。まあ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 、でもしょうがなくない？それはかかるもんだよね。え、函館空港なんてあんの？え、なんかさ、検索したら出てこなかったんだけど。北海道から名古屋にヒッチハイクした先輩いる。すごっ。え、怖くないのかな、ヒッチハイクって。4世紀メンバー、北海道余裕でしょ。え、金銭的に、え、全く余裕じゃないですよ。余裕なわけないじゃないですか。普通に考えて変わりませんよ。何も函館に安く行く、名古屋から小牧までフェリー。小牧、これ、え、小牧、名古屋からん、愛知から愛知ってこと。どういうことだ。大阪南港から函館まで名門北海道フェリー。え、北海道フェリーもあんの？で、大阪まで行かなきゃいけないの？アイスありがとう。ケツにしれっと態度、しれっとついてこっかな。夜行バスプラスフェリーの格安。そうなんだ。ANA 飛んでなかった。え、なんかさ、スターなんとかで行きたいと思ってる、リーナ。スターなんとか。小牧から函館。あ、小牧空港ってことね。あんの？高くない？名古屋から函館めっちゃ高くない？函館空港があるんだ。どういう検索したの？え、普通に名古屋から北海道かっこ新千歳って調べた。マジレスすると北海道の早割りが一番いいのかな。なんかさ、名古屋から北海道かっこ新千歳で大人2人で調べて5万6000とかだった。高くない？え、そんなもんか。いや、わかんない。安い方なのかな。名古屋から函館直の飛行機ない。ないでしょう。ファンの人の北海道旅行の飛行機のカバンの中に入れては。いや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 、きつそう。ハートありがとう。青森から函館電車かフェリー。なんかめんどくさいね。一旦青森とか行かなきゃいけないのか。でも函館に行きたいんですよ。これまで理由がありまして。なんか学校の先生がね、なんかゴールデンカムイにハマってるらしくて、確かゴールデンカムイで、なんかゴールデンカムイのなんかの聖地が北海道にあるらしくて、でそれで北海道に行きたいって言ってたので、そんなん言ったらさ、リーナもさ、コナンのさ聖地じゃん、あの100万ドルの景色とかさ、から見たいんよ。先生に釣られましたね、完全に。ハートありがとう。トマト、トマコマイ、トマコマイっていうの、これすごい。すごい読み方。シャバダマありがとう。スターフライヤーかな、なんかスター、スターじゃないかな、なんかスターなんとか。スターなんとかだった気がする。アイスありがとう。JAL か JAL っていう中でか ANA でアナかアナで函館名古屋の直行便あるらしいが高いよ。そうだよね、高いよね。ジェットスターこのなんか星のやつ。バラありがとう。アナは名古屋から函館は1日1本ある。きついね。なんかなるべくね、やっぱりさ、いる時間を長くしたいじゃん、あっちにって思うんだよね。ハートありがとう。時期とかでなんかある？めっちゃ変わるよ、本当に変わる。1万ぐらい違う。
劇場公演にいっぱい入れて北海道式にするんだ。え、変わりませんよ、回数で変わんないよ。JAL とか ANA でなく LCC で。うん、初めて聞いた LCC。 JAL か ANA 2万程度なんで、そんなもん。え、往復だよ、往復で2人、大人2人、倍しない？8万ぐらいしない？案内してくれるの。ホッキ貝？ん？わかんない、全然わかんないわ。金釜アイヌの物語ですか？どこでも聖地。あ、そうなんだ。全然見たことないからさ、知らなかったけど、名前だけ知ってた。航空券プレゼントしたいけど1万超えはプレゼントいかなかった。無理ですよ、もう普通に余裕で2万ぐらいするよね。びっくりします。でもなんか飛行機に、飛行機だって思えば安いのかなって思って。函館はコナンの聖地なのか。そうだよ、あの星みたいなやつみたい。函館は夜景が綺麗で有名。そうなの。え、でもさ高いじゃんやっぱり。だからもう他のとこ諦めていこうかなって思ったりしてますね。まあ、正直旅行に行きたいだけなんで、どこでもいいんですよ。他のコナンの聖地でもどこでもいいんですよ別に。ただ、まあ、一応聞く。一番安く行けるならジェットスターかな、みんなが言ってる。もうちょっと近いところで聖地ないのか。いや、100万ドルの景色が見たいんよ、北海道行くならね。難しい地名が多い、アイヌ語由来。あ、確かにそういうことね。だからか、スカイマークとか。え、スカイマークかも。え、スカイマークかもしれない。え、それかも。星のやつ、星のやつ。ピーチが安い。え、ピーチもね見てみたけどね、もう一個の方が安かったんだよね。ファンに函館の写真たくさん送ってもらって部屋に貼って行った気分。え、絶対ならんて。そんないっぱい見てますよ函館の景色なんて。名古屋千歳の LCC やピーチ、ジェットスターは数年前に撤退。なくなっちゃったんだ。なんで？そうだよね。GMS に入ったタイミング5月20です。ハートありがとう。募金箱。アイスありがとう。寿司イカめっちゃうまい。イカは苦手なんですよね。え、ま、食べれるものないかも。え、ちょっと待って。今考えてみよう。え、牛ってある？北海道の牛ってある？有名なやつ。え、ちょっと待って、リナ。え、乳製品も無理。北海道乳とか無理。ちょっと苦手。海鮮もあんまり得意じゃない。待って、そう、今思えばそうじゃないか。アイスありがとう。爆食代10万ぐらいいる。そんな爆食しない。ケースで札幌行くけど往復3枚ちょい。え、どっから？愛知？本当？え、安い時期なのかな。え、早く買ったからじゃない？最安で一人片道で1万5000。え、そんなに安いの？どこ？何ですかそれは。あ、でも片道か。あ、待って、片道だったらね、そう、リナ1万円ぐらいのやつ探してんの。名古屋にもコナンの聖地ある。いや、じゃあなんかちょっと遠く行きたいじゃん。京都で、京都は暑い。京都は暑い。だからなんかちょうどいいかなって思ったの、北海道の寒さが。寒くないけど、絶対今は寒くはないけどさ、愛知よりはさ涼しいじゃん。函館温泉もある。え、温泉有名だよね。函館山登らなきゃ。登るのは大丈夫。ミスド半額。え、すごい、すごくないか。リーナは100万ドルの笑顔。おお、じゃあ100万ドルたまりますかね。名古屋から函館便はエアドゥ、エアドゥ難しい。まあ一旦ここら辺で終わりにしときましょう。読んだら終わりますね。あのスクショタイム取ってから、ちょっと頭が狂いそう。キスキーの MV も北海道。すごい、
そうなんだ、全然知らなかった。スカイマークか。うん、今ニュース見た、一人で2億円払った詐欺、持ってんのがすごいわ。ジンギスカンが有名。あ、あ、待って、喉が変な声の出し方した今。ジンギスカン、あれか、羊か、羊、鶏か豚か牛がいい。鶏か豚か牛がいいな。牛より豚、え、それは大丈夫、豚大好き。何これ、白老い牛みたいな。ザンギ、あ、ザンギ有名だね。鶏もか、牛ではないんだ。あんまり海鮮が好きなら北海道大好物、逆なんですよね。あ、トカチ牛、おお、知ってる知ってる。ラーメンか、おお、あ、札幌ラーメン、なんかカップのやつで食べたことある。焼き鳥頼んだら豚肉出てくるの、北海道、え、鳥なのに。イカさん怒り、イカだけに。名古屋新千歳は安い時には片道1万切る、すごっ。でも夏休み期間なんて安くないよな絶対に。冬休みリベンジした方がいい。冬休みだったら早めに予定決めてさ、まあどうせ予定入るけど、なんか前日に来るんだって予定が、なんかどうせ入っちゃうかもしれないけど、それ券無駄になっちゃう、もしかして。じゃあ結局リーナとかってさ、早くから予約できないのかな、やっぱり。函館はないか。セントレアから ANA? アナで12,000。なんか1万なんとかのやつ見たんだよ。航空会社に座席なしで、座席なし、皿洗いもしますからと言って安くしてもらう。もうそれは泣き寝入りですね。100万ドルで足りない、足りない。函館では焼き鳥といえば豚肉。でも食べてみたいかも。ほんといい子だ、ありがとう。仕事終わったリーナ配信は神コース、神。公演の MC で来年の札幌エステ行きたいと1年間言い続けてないけど、でもそこ行ってさ函館行けるわけじゃないじゃん。可愛すぎて直視できない。じゃあ会いに来て声を聞いてください。アイスありがとう。読み方わかんないわ、三大夜景。行きたいな三大夜景。アイスありがとう。そのチーム S が北海道福岡になりそうで怯えてる。いいじゃん。いいじゃないか。日本には全国鶏も豚もある、確かにありますね。白老牛って言うんだこれ。アイスありがとう。なんかみんな難しい言葉を発してる。アイスありがとう。北海道の豚丼、美味しそう。豚丼絶対美味しい。2時の抽選当選、おお、おめでとう。3時も待ってます。アイスありがとう。結論、名古屋から函館までは新幹線移動が一番安い。本当に。でもちょっとこの話長引くからさ、一旦やめにしましょう。一旦みんなコメント自制で、自粛で。ありがとうございます。冬だと雪で結構、それは困るかも。それは困りますね。冬はスキーで多い。スキーいいね、あれも行きたい。あ、でもこれ話すと長引く。北海道は冬がいい。悩みますね。タイムセールもあるんだ。基本的に早割りだと変更できない。じゃあ変更無理か。箱乗り難しいな。予定立てても結局仕事が入っていけなくなったって話はメンバーからよく聞く。そうなんですよ、前日の夜とかに急に来るからさ、明日これあります、ってびっくりするんですよ。
アイスありがとう。札幌 S 来たことないから来年ありそう。待つ札幌から函館はまあまあ遠い。とな、でかいもんね。北海道も美味しい食べ物たくさん。そうだよね、楽しみ。富士山より楽勝。なんとか島、いや、なんとか山、函館山スープカレーも函館。すごい、スープカレー美味しいよねスキーとかスノボやったことないんよ。でもね、あれは得意だよ、スケート。得意でもないかもしれんけど普通に行ける。札幌から函館は名古屋から横浜ぐらいの距離。あんま分かんないわ。でもめっちゃ遠いか、神奈川だもんね、遠いわ。アイスありがとう。福岡行く、おお嬉しい、ありがとう。北海道一周を2泊3日とかで考えるのは絶対にやめてね、無理だから。いや、函館だけ行きたいリナの目的函館のみなんですよ。だから特にね、他は決めてない。1ヶ月かかった、やば。そうなの、そんな。泊まりました。本州民は函館の予定見てからすすきので飲むとか平気で言い出す。わかんないなすすきのがわかんないな、ちょっと難しいですね。ということでスクショタイム勝手に撮りますね。ちょっと最近時間がないんで勝手にばっかでごめんなさいね。これは撮んなきゃだね。リクエストしないでよ。どうすればいいかわかんないしないでよ。そう、時間がないんですよ。19時にやめたいの。高速時間がないから。まとめる魔法の言葉うまい。ということで、ということでってめっちゃよくない、めっちゃ使う、いつもの配信で使ってる。ということで今日は終わりますめっちゃ仕切りにいい。ということで、ということで終わります。ありがとうございました。リクエストごめんなさい、いやまだ言ってなかったからリクエストしないでって、から大丈夫ですよ。ありがとうございます。バイバイ。よろしくお願いします。明日の12時まで東海くしかいの3時待ってます。